見放題の駐車場です。まあこの階段をね、まあちょっと上がっていくそうですよ。まあなかなか大変そうですね。そしてね、まあ近所のね、まあ案内図がありますよ。まあこんな自動販売機のところ、まあ今いるところはね、まあこちらからやってきて、こう入って、まあここです。まあ帰りはどうしようかな。こう入って、まあこういう感じで、まあ帰るのかな。うん。まあ右へ行くとね、まあ草津方向なんで、まあ行ってもいいかなって気もしますけど、まあどうなのかな。じゃあね、まあ頑張ってあれ登りますよ。それでは入っていきますね。はい、ヤンバダムに来ています。見放題です。 Welcome to the ヤンバダム。まあこれでいいかな。ようこそ。こちらはね、ヤンバ写真展だそうです。じゃあ向こうから戻ってくる感じで見ましょうかね。写真展のスタートですよ。21回フォトコンテスト対空の下にて。20回湧き上がる大地。21回初夏。19回レタスの楽園。18回初夏の浅間大滝。18回湯かけ開始だ。5回湯かけ合戦。第4回108頭。第4回河原湯湯かけ祭り。第1回湯かけ祭り。夜間工事状況左岸より。夜間工事状況右岸より。ヤンバで働く重機21トンブルドーザー。仮排水トンネル。平成29年4月本体工事状況。
29年5月、利水放流館。29年5月、本体工事状況。29年5月、本体工事状況。ヤンバダムで働く重機、振動ローラー。ヤンバダムで働く重機、32トンダンプ。はい。もう見る見る間にね、近い方の駐車場はいっぱいになってきましたよ。こんな感じね。すーご。右がね、中野町方向です。左が草津です。もうね、もう一踏ん張りですよ。あそこなんです、目的地はね。頑張りましょう。はい、スタンプラリーやってるみたいですよ。真ん中ですね。あれ、ちょっとずれちゃった。ダムカードがもらえるそうです。一日お一人一枚。すげえ音。これは上流方向ですかね。ということは、水が溜まる方か。すごいね。このパネルがね、説明になってますね。今、目の前がこの状況になってます。あの橋がね、八つ葉大橋です。資料館とか大湯がね、そちらにございます。大太地、吾妻川ね、右から左に流れています。そして、ダム本体はね、そちらを作っているところです。すごい。あれがね、ダム本体です。上流をね、背にして、右手側なんで右岸ですね。皆さんね、少しでも高いところということで。そしてこちらが、ダム本体、左岸ですね。すごいね。今ね、そこ、ゆくゆくはね、高く、コンクリートがね、積まれるわけですけど。開いてますよ。
はい、どうぞ。うん、どうでしょうね。あ、確かに眺めがぐっと良くなりますね。すごい。まあ全体の、まあ、20% の高さかなっていう気がしますけど、まあ 30% ぐらいいってるかな。まあ見放題がね、まあ、こんないい場所にね、まあ、作られて、まあ、だんだん、まあ、高くなっていくのが本当によくわかる場所ですね。まあそこにね、まあなんていうかロープウェイみたいな感じで、まあ資材のね、まあ搬入っていうかな、まあそういったものを利用するんでしょうね。すごい。はい。まあこちらがね、ダムの本体工事現場です。うん。すごい、下を見るとね、やっぱりクラクラしますね。まあこちらがね、上流側なんで、まあせき止めるとね、まあこの部分に、まあ、水が溜まります。まあこの景色もね、もう見納めになるんじゃないかな、そのうちね。はい。このような工事現場からお送りしました。こちらがね、まあ、ダムができる前の吾妻川の上流ですよ。やっぱりね、吾妻渓谷ということで、まあ綺麗な川ですね。運んでますね。